僕たちの住処へようこそ。何度も壊されちゃったお人形さんたち。いつまでそうやって人間をおもちゃ扱いするつもりだ。わしらが人間をおもちゃ扱いしているわけではない。もとより人間などというものは、神が戯れに作った慰み者の玩具じゃ。その玩具が、イデアを得て、分不相応にも自意識を宿すとは、実に滑稽じゃったがの。まあ、この世の理のことなど、エゴに生きるお主らには関係のないことじゃが。言ってることちんぷんかんぷんだけど、すっごい上からバカにされてるのはわかるよ。そんなことないよ。簡単に騙されて、大切なイデアを進んで僕たちに捧げてくれる人間も。少し煽るだけで勝手にいがみ合い、潰し合って大量のイデアを生み落としてくれる人間も。愛おしくて愛おしくてたまらない。あいにくやな、うちらにはもう通用せえへんよ。そのようじゃの。悲劇と悲劇の狭間で右往左往するお主らは実に愉快な見せ物じゃったが、今の君たちはつまらないね。僕嫌いかも。本当はもっともっといろんな方法でいじめて苦しめて蔑んで殴って、最後には嘲笑ってあげようと思ったんだけど、どうやら先にしつける必要なのじゃ。勝手なこと言わないでください。あなたたちは今までどれだけの運命をねじ曲げてきたんですか。さて、おもちゃはいくらでも湧いてくるからの。覚えてないよね。気が遠くなるくらいの時間、遠足の管理をしてるんだから。だったらこれが最後です。私たちが終わらせます。メフィス、フェレス。楽しませて。
¡Suscríbete al canal!
どういう意味だ。 どうして天国で自由に行動できるのかな。 それは、妄想が。 ソクラテス! 守護者が。 悪魔の契約は僕たちに全てを捧げることだよ。 動けない。 なんで? うちはともかく、センちゃんやナナナは契約前やろ。 契約の紋章は魂の傷、トラウマに刻むことでその奥底へと目を下ろす。 魂は記憶の器だよ。 記憶が戻れば… どうせ、こうなるよね。 だから、右肩か。 バス事故で負傷した箇所だ。 うちが、お腹なわけや。 契約がある限り、お主らの体はわしらの意のままじゃ。 そうだ… 通し打ちでもする? いいよね! 初めてじゃないし! <笑>体が… あかん… ディオゲネスも呼ばれへん。 嫌だよ! もう、レイと戦いたくないよ! 私に… 再び過ちを犯せというのか! やはり人間は… 滑稽じゃのー! していいのは私だけなんだから。 未来! 勇気の姫。 これは何のつもりじゃ?
僕たちの邪魔するつもりじゃあないよね。うん、お姉ちゃん以外はどうでもよかったのよ。みんな助けた方が悪魔に嫌がらせができそうだったから。愚か、そのためにわしらを敵に回すつもりか。悪魔相手に一人で何ができるの。できること、そうだね、時間稼ぎかな。アダムです。母さん、どうして。これが今の私にできる唯一の食材だ。未来、霊にのみ執着していたお主がなぜここまで肩入れする。あは、私結構根に持つタイプなんだ。いいように利用されたりする。お返しをしないと。そうだよ、アリストテレス。あなたにとってトラウマとなっている場所よ。母さん、こんな形でもう一度会えるとは思わなかったよ。母さんもそうよ。あなたと話したいことがたくさんあるわ。だけど今は時間がないの。悪魔の契約を打ち破るにはトラウマを克服するしかない。いいだろう、乗り越えてみせるよ。これは失った正義を取り戻す戦いだ。なんでうちこんな場所におるんや。うちのこと心配して会いに来てくれたんか。ごめんな、頼りなくて情けないお母さんで。そばで見ててな、お母さんが強くなるところ。ここ首まだ痛いよ。誰、私はあなたが大嫌いな私、捨て去って忘れてしまいたかった私、ナナミ。それが私とあなたの本当の名前。違うよ、ナナミなんて知らない。ナナナはナナナだよ。ナナミは一人ぼっちだから、誰にも気づいてもらえないから、パパとママに心配をかけたくないから、この世界から消えてなくなりたいから。生きていくには心があまりにもすり減ってしまったから。だから私は私が嫌いなの。それはそうだったこともあったよ。でも私は強くなったよ、レイやみんなと出会って。だったら証明して、私に私が成長したところを見せて。いいよ、あなたがみんなからもらった大切なもの、私に見せてあげるよ。この場所は知ってる。私の魂が記憶してる。未来の手を離してしまった。未来の命を私が奪ってしまった。その時の嫌な感触がずっと手に残ってる。お姉ちゃん、もう大丈夫だから。あの怖い人いなくなったから。え、これってあの時と
うだ。また手をつないでほしいな、お姉ちゃん。なんで手が勝手に。違う、私はそんなことしない。恐怖や怒りに支配されたりはもうしない。私は私、他の誰でもない、私自身がこの現実に向き合う、自分を貫く。他、残酷なこの現実から逃げたりしない。認めて、受け止めて、向き合って。何があってもクオンが願ってくれた幸せのための道を諦めたりしない。今目の前にあるのは嘘偽りのない現実。目を閉じることも耳を塞ぐこともしない。私の理念、私の信じる私に身を委ね、ただ思うままに決断する。私は散々泣いてきました。愚かで情けなくて自己嫌悪に陥って、綺麗な涙じゃなかったかもしれません。無様な姿だったかもしれません。だけど全ての涙には、全ての悲しみには意味があったのだと、だから強くなったのだと、私はそう思いたいんです。そう信じたいんです。だからこそこんなところで諦めるわけにはいかないんです。私は私であることを諦めない。私の心、決意、責任、その全てを捨てたりしない。私は自分の選択で未来をつかむんだ。できないようにトラウマに埋め込んだのに。悪魔には永遠にわからないでしょうね。人間にはどれだけ傷を負っても克服する強さがあるの。母の未来を私に任せてくれる？はい、お願いします。母さん、せん、その強さで悪魔を、悲しみの連鎖を止めて。約束する。私たちの正義にかけて。悲劇でもなければ喜劇でもない。ただの
くだらない茶番。終わらせる。終わらせてあげる。奇遇やね。うちらも全く同じ意見。結末は悪魔の望むものではないがな。エンジョイでエキサイティング、そしてハッピーエンドだよ。紋章の呪縛を解こうと、もはや無意味。なんてお断りです。人間は泣くことしかできない惨めな生き物なんかじゃない。人は涙も、泣いた悲しみを、感動を、怒りを、笑顔を、強くなるための糧になってできるんです。
気ものまね頼ってね。おしゃれにしてあげるね。でで、パワー。ラッキー。ラッキー。ラッキー。おしゃれにしてあげるね。ラッキー。ラッキー。ほい。でで、パワー。
逃がさん。しっきり任せた。任せて。せきやせきや。はぶっ飛ばす。はっはっはっ。食材を使う。
なぜだ？理解できない。